り替えドルブのデジタル学園収録終わりました。イエーイ。はい、ほくり替えドルブのミスイチゴ青子と南青いと、はい、いつもノリノリな高校2年生ちなぺこと加藤つなつと小松市長の宮橋翔恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日は、はい、e スポーツで小松をみんなで元気にしようっていう話を、はい、そうですね。んですけど、はい、なんか夢がめっちゃ広がったよね。そう、本当に広がったね。はい、言っちゃっていいのかなこれ、はい、言っちゃっていいんですか。いいですよ。いいですか。あ、確かに。あ、でも言っちゃおう、言っちゃおう、うん、はい、市長、はい、ズバリ夢は何ですか。夢は1万人規模の世界大会を小松で開催する。おお、そこに、そこにホグリカイドルも出てもらう。わあ、夢じゃないですか、こんなこと。ねえ、アリーナだよ。アリーナで、うん、あの e スポーツのイベントを行うということですよね。そうですね、はい、はい、ということで現在あの地域の公民館とかでも太鼓の達人をしたり e スポーツをする、うん、取り組みを行っているということで、はい、今後もいろんな展開が待っていると思います。気になった方はぜひ5月19日放送されました、ほくり替えドルブのデジタル学園、ぜひラジコでお聞きください。はい、せーの、またねー。